皆様ようこそお越しくださいました。ゼンキと申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんから発売されておりますフィギュアライズスタンダードビルドダイバーズダイバーあやめになります。こういった美少女のキャラクターキット、メーカーとかブランドシリーズ一切問わずいろんなものを買い集めてご紹介しているんですけども、今回はガンダムビルドダイバーズに登場した、まあ、メインキャラクターの一人ですねのダイバーあやめになります。まあ、この子結構初登場の時から結構きっつい性格の子だったんですけども、でもその後主人公たちと打ち解けて、見せる笑顔とかがたまらんかったですね。でパッケージ正面がこんな感じで、でこのツイミっぽいのいいですよね。こういった強気な表情の女の子結構好きです。で正面がこんな感じで、手前がこちら。まずフェイスパーツはマスク付きに加え3種類の素顔が付属ということで、もう前もって中のランナーパーツちらっと見たんですけども、このフェイスパーツはマスク付き以外にさらに3種類の素顔が付くので合計4種類顔があるんですよね。結構バリエーションが豊富で嬉しいです。でここに素顔の状態、この照れた表情とか、まあ、ツンデレな感じがしてたまらんもんがあります。でくのいちのコスチュームや髪型を再現、台座も付属で、ここですね、選択式により上半身のみの状態でディスプレイすることも可能。今あの新しいラインナップ止まっちゃってますけども、あのフィギュアライズバスト、あれみたいなことができる。飾り方もいろいろ選択肢があっていいですよね。でこの忍者っぽいポーズもかっこよく決まっております。でこちら他のものと合わせてってことになりますけども、あやめが乗っていたゼロ丸とか、あとはベアッガイ、このベアッガイに見てるこの目のシール、なんかちょっと怖いんですよね、ヤンデレっぽくって。で側面はこんな感じで、反対側はこちら、ダイバーあやめの説明が書かれております。では中身の方もご紹介してまいります。今回も色プラも含めてまあまあ分量あったんですよね。ではまず一袋目がこちら、キラッとしたホイールシールの目のシールですね。この D のところの下の方のこの覚醒したような目って、まあ軽く怖いですよね。であとはスカート周りとか胸部パーツですね。で2袋目がこちら、頭髪部分のパーツですね。長いのとか前髪あたりとか。でこれ B のランナーなんですけど、表側が B で反対側も B という風で、まあ、説明書前もってちらっと見たんですけど、今回のキットフェイスパーツだけの交換ではなくて頭部そのものも2個ありますので、まあ、ある意味そういった意味で言うと交換しやすくていいですよね。で3袋目がこちら、肌色のパーツ、太もものところとか、あとフェイスパーツとハンドパーツで、フェイスパーツについてはこれがマスクオンのもので、あとがオフのもの、計4種類あります。で眉毛のところにこう穴が開いてますけども、先日ご紹介させていただいたキットと同じく眉毛に穴は開いてますけども、特に裏からパーツがはまるわけではなくって、単純にこの顔の中の空間が密閉されて暗くなるので遠目に見ると眉毛に見えるよっていう、まあそういった仕様ですね。で4袋目がこちら、これが水天車のデカールの目の方ですね。あとはフェイスパーツ、こんな感じですよね。この丸いところに目のシールを貼って、ただ上の部分、これは別にフェイスパーツにくっつかないんですけど、眉毛のちょっと下地になる部分ですね。今回のダイバーやめ、髪の毛がほぼ黒なので、ここの土台の部分、ここちょっと黒くマーカーかなんかで塗ると、よりくっきりした眉毛になるかなーなんて思っているので、やってみようと思っております。で、5袋目が、こちら。まあ、色からしてこの襟のところの赤いやつですね。で、6袋目が、これも多分色からしてこの頭にチラッと見てますけど、このかんざしの部分ですかね、のパーツ。頭部丸ごと2個作るので2つ付いてます。あとは胸部パーツとか、こちらは関節周りですかね。で、7袋目が、これがスタンドのパーツと腕とか、あと関節周りですかね、色からいって。で、最後が、まあ、これ腕のパーツですね、色からいって。キット類は以上になります。まあ、まあまあな分量もありましたけれども、それ以前にこのいろんなカラーが使われてたので、まあ、組むだけで本当きっちり色が再現できそうで、これはこれで素晴らしいですよね。で、最後、トリセツの方が、こちら。ダイバーあやめ。なんかやっぱ笑顔って可愛いですよね。こういったの、普段きつい子、まあ、ツンデレの一種でしょうか。で、ここにダイバーあやめと、本来の女の子、藤沢への説明が載っております。で、中の方に参りまして、まずはパーツリスト。まあ、これ見ると結構バッテン多いですよね。使わないパーツ。で、A2 パーツは色違いで2種類ありますとか。で、この E パーツ、PS×2 って書いてますけども、かなり使わないの多いですよね。贅沢なランナーパーツの使い方しております。で、こちらから作成に始まりまして、まずは頭部。ABCD4 パターン。
A がマスクオンの状態のもので、B、C、D がマスクオフのものですね。で、覚醒したっぽい目は D のところで使うようです。で、追転したデカールの貼り方があって、ここから頭部の作成、かける2ってありますね。やはり頭部パーツは丸ごと2個作るようです。で、お好みの表情を2つ選択して組み立てますということで、フェイスパーツの交換だけじゃなくて、頭ごと気に入った表情のものを最初から2個選んでおけば、頭すげ替えてやることができる。まあ、簡単でいいですよね、そういうのも。で、長い髪の毛を作って、頭部が完成。で、ここから腕の作成ですね。右腕を作って、左腕。で、ここでまた一旦選択肢が入りますね。どちらか選んで組み立てますということで、全身にするのか、上半身ディスプレイにするのかというふうで、共通と書かれているのは、まあ、どっちの場合でも作るパターンってことですね。で、いろんなパーツを作っていって、ここで上半身ディスプレイ版が完成。で、上半身ディスプレイはこういうふうに台座に立たせますとか、別売りのゼロ丸とこんな風に並べて飾りましょうってことが書かれております。で、ここから今度全身、フルボディ版の作成が続きで始まります。で、カラーページの方に行って、右足を作って、左足。本体に連結して、全身版のあやめが完成。台座を組み立てて、ただ台座を立たせるピン穴っていうのがなんか直接ボディにないようで、一旦この襟とか頭部を外して、この C1 の1というパーツをつけて、そこに刺すような仕様になっております。で、手首のところに区内の持たせ方とか書かれております。で、最後のページが、ダイバーあやめの説明。冷静沈着クールなくのいちダイバー。いいですよね。クールだけども、にっこりすると可愛い。この頬のこの赤いところは多分シールとか塗装はなかった気がするので、まあ、この表情を再現するためにどうにか、ここだけはなんだかうまいことペンで塗ってみたいなと思っております。あとはマスクした状態、このキリッとした表情もたまらんもんがあります。で、カラーガイドと、外箱にもありました、ベアガイと並べてみたり、ゼロマルと並べるとこんな感じになりますよっていう紹介まで書かれております。では、早速作成して、マスクオンの状態、オフの状態、全身バージョン、上半身バージョン、それぞれ一気にご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。では、ここからキットの方をご紹介してまいりますが、今この画面に映っているものが、説明書通りに作った場合に、まあ、出来上がったり、揃ったりする部品の一式になります。あえて説明書通りっていうふうに、まあ、ことさら強調していったのは、まあ、理由がありまして、まあ、それにつきましては後ほどご説明させていただきます。では、まず付属品や交換パーツの方ですけれども、まず左手の方から、こちらがスタンドですね。まあ、前回ご紹介したダイバー並みと同じく、この軸の下部分と土台の部分で先端のピンのところが、まあ、通常よくある4点セットになっているランナーのものなんですけども、まあ、今回のダイバーやめもちょっと身長が高くて、で、ピン穴の位置がちょっと胸のあたりに来て、ここの通常の高さでは届かないということで、まあ、成形色、色は違いますけども、こういった追加するパーツがついております。ただ、まあ、逆にこれはこれで今度やってしまうと、ちょっとピンの位置がこのちょっと胸のあたりに来るんですけども、台座に刺してしまうと宙に浮きっぱなしになってしまいます。まあ、ダイバー並みの時と同じですね。ただまあ、今回、くの位置という設定もあるので、まあ、宙に浮いた状態でも、躍動的なポーズでもいいかなと思うんですけれども、まあ、今ご覧いただいてますように、この普通に立たせた状態で飾っておきたいっていう時に、ね、ちょっとこれでは使いづらいもんですから。で、またかよっておっしゃる方もいるかもしれませんけども、
こういった時に同じバンダイさんですけども、この食玩ベース、まあ、これが高さも変えれますし、クリアパーツでキットの存在の邪魔にもなりにくいので結構これおすすめです。すだちで立たせておきたい時には、まあ、この付属のスタンドも悪くはないんですけども、食玩ベースぜひ使ってみていかがでしょうか。続きまして、こちらにあるこの小さいの、今回ダイバーやめの場合、本体そのものにピン穴がないものですから、まあ、ピンを刺して、まあ、ポージングさせようという時にはこれを背中にマウントさせることになります。つける場所というのがちょうどこの背中から見た時のこの赤いスカーフの下あたりですね。こういう向きで、ここに、まあ、一回このスカーフとか頭を取らなくちゃいけないので、今指で押さえておきますけども、こんな感じでつけることができます。今回ピン穴が3箇所あって、下側と上側の左右ということで、まあ先ほどお話したみたいにくの字という設定があるので、躍動的なポーズとか、跳躍してて斜めってる時、そんな時ができるように、通常1個でいいピン穴が今回の場合は3個ついたものになっております。続きまして、交換用のフェイスパーツ、今ついているのがちょっとさっきちょっと歪んじゃいましたけれども、まあ、通常のまあ凛々しいキリッとしたマスクのしてない表情で、こちらがマスクのついたもので、今回目のシールにつきましては全て水天車ではなくって、キラッとしたホイールシールの方を使わせていただきました。と言いますのも、通常こういった場合のホイールシールっていうのは、まあ、下地となります、この顔の部分ですね。ペールオレンジ。まあ、より肌色ですけども、シールの方にもその若干肌色の部分があって、で、いざ貼ってしまうと、その成型色のペールオレンジとシール側のペールオレンジで、まあ、色味の違いが結構出てしまうことが多かったので、こういった時に水天車の方を私よく使ってたんですけども、今回のこの目のシールというのが、お分かりいただけますかね？この、まつげのその端っこの方だけ、ちょこっとだけペールオレンジとシールがあるだけなので、まあ、こう貼った時にこの遠目に見ても、目の輪郭の部分にペールオレンジの部分があるように一見見えないので、まあ、今回こちらの貼りやすかったので利用しました。で、眉毛の部分につきましては、キットの段階でもご説明しました通り穴が開いているだけです。こうやって近づけて斜め見るとお分かりいただけると思いますが、まあ、今回もこの下地のこの白いパーツの方、ちょうど眉毛の裏側に来る部分を黒く塗りましたので、まあ、そうじゃなくっても中がこう密閉されて暗がりになるので、眉毛っぽくなるんですけども、まあ、より黒く塗ったので、くっきり眉毛になったかなと思っております。で、これが、まあ、マスクのオンのもの。で、こちらが、笑顔のものですね。この頬の部分につきましては、まあ、ちょっと赤で入れちゃったんで、逆にくどくなりましたけども、まあ、本来はピンクで塗ってぼかすと一番いい感じになるんじゃないでしょうか。で、こちらが、まあ、照れごまりってとこですかね。なんて言っていいかわかんないんですけども、表情なもの。目については先ほどと比べて右左ってあるんですけども、シールについては全て右、左、正面、3種類あるものですから、まあ、この表情で正面向けたいとかいうふうな選択肢もできます。で、その隣のこれなんですけども、説明書の段階でお話したと思うんですけども、今回のキット、なぜか頭部が、この髪の毛の部分がですね、2つついております。表情の交換、この前髪部分を外して顔の部分を交換ということでできるんですけれども、じゃあなんで2個ついてるのかなと思ったんですが、まあ、先ほどのこのマスクオンのもので具体的に説明しますと、まあ、一旦ここにこの表情のものを差し込みます。こんな感じですね。で、前から前髪を差し込むのですが、ここですね、グッと押し込むと、結構大きめの音したと思うんですけども、かなりガッチリはまります。まあ、やろうと思えば取れるんですけれども、なぜか今回この前髪がかなりカッチリはまってしまうので、まあ、それもあってか、まあ、合計4種類あった表情パーツのうち、まあ、気に入ったものを2種類選んで、で、前髪をパッチリはめて、表情の交換は首ごと差し替えるっていうような仕様になったのかなと思うんですけども、まあ逆に言えば頭部2つあるので、表情の交換気に入ったもので差し替えが簡単っていう捉え方もできますよね。で、まあちょっとこの生首の状態で申し訳ないんですけども、ついでなんで、その髪の毛の可動についてもこの段階でご説明します。後ろの髪の毛につきましては根元がボールジョイントなので、角度は変わるんですけれども、このボールジョイントが単独で、そこにこう長い髪の毛が2つついているわけではなくって、向かって右側の髪の毛、こちらがボールジョイント部分と一体のパーツになっております。ですので、こちらの髪の毛は、まあ、向かって右側に傾けると、ここが限界なんですけれども、左の髪の毛は逆にここの部分がフレッシュに動くので、こんなところまで持っていくことができます。左右に均等に開くとなると、こちらの髪の毛の可動の範囲が限界がありますので、まあ、こんな感じになりますけれども、まあ、何度も言ってます、くの一、躍動的なキャラクターなので、逆にこんな風に髪の毛が乱れるようになっててもいいかなというふうに思います。で、真ん中のかんざし部分は軸で刺さってるだけです。ぐるぐる回して角度変えることもできます。ただこのデザイン結構秀逸なんですよね。ちゃんとここに髪の毛をまとめているっていう風に見えますので、この髪の毛結構気に入っております。次が交換用のハンドパーツ。今ついているのが開き手。で、こちらが、まあ、区内持ち手ってとこですかね。左右一対。
で、こちらが武器の苦内、2つですね。で、最後、これなんですけれども、これが上半身ディスプレイをするときの、まあ、下半身というか腰回りパーツになります。まあ、普通にこういった一見帽子みたいな形状してまして、中にピン穴があります。ここにはお腹の部分を刺すんですけれども、こうやって見てしまうと、ここの部分で上半身下半身分離して刺すだけに思われるかもしれないんですけども、実はそれができません。まあ、これ、くじで説明するよりも説明書をご覧いただいた方が手っ取ればいいと思うんですけれども、ここの部分ですね。上半身ディスプレイの場合は、この下の部分が小さいピンになっているもの。で、全身版の場合には、この両足をつけるためのボールジョイントパーツが付いております。ですので、全身バージョンを作ると、まあ、こういった形状になります。お腹の部分がですね。で、上半身ディスプレイの場合だと、こういう形状になってしまうので、例えば、今、全身バージョンを作りましたと。で、ここから上半身ディスプレイに変えようと思った時に、一旦両足も外して、もうこの、なんだったらこの横についてるこのポーチ部分も外して、なおかつ前後に分割して、ここのジョイント部分をこの上半身ディスプレイの方に変えるというような手間があります。これが説明書通りに作った場合ということなんですけども、じゃあ説明書通りじゃなかったらどうなるのってことなんですけども、こちら、まあ冒頭にご覧いただいたパーツリストなんですけども、かなりバッテンが今回のキット多いんですよね。で、これは単純に捨ててしまって余りパーツではあるんですけれども、じゃあこの部分のパーツ使ったらどうなるんだろうと思って実際作ってみたら、こちらですね。上半身ディスプレイを差し込むことができる軸を刺したお腹の部分っていうのが丸ごと1個出来上がりました。実際今、キットに組み込まれているものはこの胸の部分とお腹をつなぐこのボールジョイントのパーツ。これがペールオレンジ、肌色なんですけども、これの紫色のパーツが1個余るものですから、それを差し込むことによって、この部分が丸ごと出来上がります。で、この状態のものを、ここのピンのところに、ここの部分ですね、差し込んでおけば、ここの部分に胸から上の部分を外して差し替えることによって、非常にお手軽に上半身ディスプレイと全身バージョンを行ったり来たりできるというものになります。まあ、ここ実際紫色ではありますけども、胸から上を接続すればどうせ見えなくなるジョイントなので、この際紫色でも全然問題ないと個人的には思っております。で、実はこの差し替えるところの手順も後でご説明しますので、一旦これはこのまま置いておきます。では、ダイバーあやめ本体がこちらになります。うん、このキリッとした表情、やっぱいいですよね。照れた表情も可愛いですけども。全身ぐるっと改めまして、こんな感じで。今回のキット、この状態でシールを貼ったのは、この白いライン2箇所のみです。あとは全てパーツによる成形色のみ。まあ、この、本来ポーチの部分が、この成形色白ではなくて、もうちょっとグレーっぽい色なんですけども、まあ、せめてそれっぽく見えるように、ここの枠の四角いところだけちょっと墨入れしました。では、上の方から順番に角も含んでご紹介してまいりますが、まずは頭部。うん、いい表情してます。まあ、髪の毛は先ほどご説明しましたが、首につきましては、首本体と頭部2箇所のボールジョイント接続になっています。ただ、この周りの赤いスカーフがある上に、この髪の毛のパーツがですね、結構このスカーフのところギリギリなので、上を向けようと思うと、この干渉を避けつつ、首を後ろに下げて、こんな感じで、スカーフの外側に持っていくことによって、まあ、向けてこのぐらいですね、上方向が。下は、このぐらい。ちょうどの口が隠れるぐらい、まあ、これだけ隠れればこれ上等だと思います。左右につきましても、この顔そのものは干渉しないんですけど、どうしても髪の毛のこの部分が干渉してしまうので、まあ、ほぼ人間と同じぐらいですね、真横を向けるかなぐらいです。まあ、真後ろ向ける必要はないので、人間と同じぐらい左右向ければこれ十分だと思います。続きまして肩。肩につきましては、ボールジョイント接続ですけども、受け側の方が若干こう、引き出しの関節がついております。ほんと少しですけども、まあ、あるだけいいですよね。で、横方向につきましては、まあ、髪の毛の干渉してしまうんでちょっとかしげときますけども、ほぼ真上まで上げることができます。当然ぐるぐるも回ります。で、腕のこの色分けされているところでちょうどここにロールがあって、肘につきましては二重関節。多分この向きで言いますと人間以上ですね、ここまで曲げることができます。手首につきましては、後回のハンドパーツもありますので、ボールジョイントをぐるぐる丸だけじゃなくって、角度を変えることができます。本来のあやめの手の部分っていうのは、こう、全体的に覆われてて、4本指と親指を、ここの中から、穴から突き出してるような仕様でしたけども、まあ、こういった形でもいいですよね。全然問題ないと思います。続きまして、胴体周り。この胸のすぐ下のところが先ほどのこのディスプレイ台と同じように、ボールジョイント接続になっております。で、腰の部分にも可動があります。上はボールジョイントなので、左右に少し傾けたり、多少ぐるぐる回すこともできます。で、腰の部分は前後可動のみですが、
こういった感じで傾けることができますので、上の部分と合わせれば、上に向いては結構大きく反らせますし、逆に前かがみになるときもかなり下までかがめることができます。で、じゃあこの状態から上半身ディスプレイバージョンにしようとしたときに、まあ、ボールジョイントですので普通にこう上下持ってグッて引っ張りたいところなんですけども、決してジョイントが緩いわけではないので、まあ、場所によってはこうパーツがパキッていくと怖いんですが、実はこの部分左右の回転があんまりないんですけども、それはパーツが干渉するためです。ただその干渉を無視してさらに回すとスポット簡単に取ることができます。まあ、これ無理に上下に引っ張ってパーツの破損してしまうことを考えると、まあ、非常に取りやすくなってて、より安全に外すことができます。で、こうしておけば上半身ディスプレイのこのお腹の部分にここですね、パチッとはめればあっという間にこの上半身ディスプレイ版にすることができます。どうせ紫色のパーツ隠れて見えなくなるんだから、こういった風な感じでお腹のパーツももう一個作りますっていう風になぜ説明書に書かなかったんだろうってちょっと不思議に思います。で、外す時も無理に引っ張るのではなくってクッと回せば簡単に取ることができます。じゃあこの状態だったらね、また元に戻しておきます。引き続きまして腰回りですけども、この腰の両側についてこのポーチですね、根元がボール状態なので前後とか上下に稼働させることができます。で、股関節周り、このスカートなんですけども、ちょうどここのつなぎ目ですね、着物っぽい、ここで分割できるようになっております。で、後ろ側から見ますとちょうどこの辺り、左右均等ではなくて正面から見た時にかなりこの分割ラインが、まあ、向かって左側に寄っているので、足の動く範囲っていうのは結構差が出てきます。向かって左手、右足の場合はこの部分が簡単に干渉を避けることができるので外側に大きく向けることもできますけれども、で、反対側のスカート向かって右側ですけれども、まあ、これも根元ボールジョイントではあるんですけども、要はこの全体的な U の字の形状のもの、これが全部ここで一括つながってますので、足を外に向けようとするとこちら側も含めて全体的にずれてしまいます。上に可動の範囲もそれほど大きくないので、左足につきましてはそんなに外には向けれません。まあ、前後もそうですね、この部分で囲われてしまってますので、本来の股関節の構造から言いますと、足については前をほぼ90度ぐらいまで行けれるだけの構造はしているんですけども、まあ、この服装の関係上、それは難しいですね。まあ、こっちの足についてこの空いた隙間を通して、まあ、ここまで上げるのが限界ってとこですかね。まあ、このキットの場合、あんまりそんな大股ヘギルとかっていうハレンチな格好をさせる必要もないものですから、まあ、これでもいいかなというふうに個人的には思っております。で、太もものここのちょうど色のつなぎ目のところでロールがあって、膝についた二重関節ではありますが、このタイツ状の部分ですね、この太もの裏あたりにちょっと出っ張りがあるので正座できるまではいきません。ただまあ、ここまで曲がれば飾ったりポージングする分には全然問題ないですよね。そしてつま先、つま先は可動軸ジョイント、後ろとか前にも非常に大きく動きます。当然左右に角度変えることもできますので、足の左右の開き自体はそんなに大きくはないですけども、内側に向けて、まあ、両足を開いておいてもぴったり設置して立つことができます。で、今回のこの足の大きさなんですけども、キットの身長に比べて足裏がまあまあ大きいので、うまくバランス取れば台座なくっても片足で立たすことも十分できる、そんな感じになっております。まあ、全体的に可動については、まあ、スカートがこういった形状なら仕方がないとはあると思うんですけども、腕とか膝とかの可動は十分でした。で、説明書には載ってませんでしたけども、上半身ディスプレイと全身バージョンの、まあ、往復というか切り替えも、本来必要ない余剰パーツを使って、ああいった風にお腹のパーツを追加で作れば、非常に簡単に往復することができるので、なぜそれが説明書に書かれてないのかは、若干謎ではありますけれども、まあ、あのジョイントのパーツがペールオレンジじゃなくって、紫色しかなかったからってことなんですかね。ただ今ご覧いただいてます通り、スタイルもいいです。立った姿勢で髪の毛後ろバーって広がってるのに、ちゃんとこういったまっすぐ立てるってのはいいですよね。キットの出来栄えとしては可動も含めて素晴らしいものだと思います。ダイバーあやめが私は個人的に結構好きなキャラクターなので、買ってよかったなと個人的に思っております。フィギュアライズスタンダードビルドダイバーズ、ダイバーあやめはこんな感じでした。というわけで今回はフィギュアライズスタンダードビルドダイバーズ、ダイバーあやめご紹介させていただきました。きっとご紹介する前の段階では眉毛のところに穴が開いてるけども土台黒くなったらこんな感じになりましたよ的な動画にしようと思ってたんですけども、いざ実際キットを開けて作ってみると頭部が2つあるって、まああれも結構驚きでしたけども、説明書に記載がないですけれども、余ったパーツを使うと全身と上半身ディスプレイ、あれを簡単に往復できるキットが別途作れる、まあ要はこれなんですけどもね、この白い部分ですけども、
が作れるというのは結構驚きというか、まあ喜びでもありましたね。なんでこれ説明書書かないんですかね。十分これでもいけると思うんですけれども。もしかしたらすでにきっとお持ちの方はそういう風にされてるかと思うんですけれども、全身バージョンと上半身ディスプレイバージョン、結構簡単に入れ替えることができて、で飾り映えもする今回のダイバーあやめ、いいキットでした。店頭やネットでお見かけの際に、ぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。